シリントーンは太陽国の王族、王位継承者の一人、ラーマ旧姓国王とシリキッド王妃の次女、ラーマ十世国王の妹。タイでは王位継承者に相当する称号の一部、プラテープすなわちテープ殿下と呼ばれる。継承は殿下、学位は博士。王室初の国内大学進学者である。称号はソムデットプラテープラッタ。 ナラーチャスダーサヤームポーロムラーチャクマーリー、学習院大学名誉博士、東海大学名誉博士。退席従事者の副社長、対応率アカデミーの歴史学部長、難民教育基金の理事を務める。また、ユネスコ親善大使を務め、少数民族児童文化保護及び、無形文化遺産保護に努める。モノグラム期1973年。 チュラーロンコーン大学文学部へ進学。1977年大学を卒業後、王位継承権を与えられ、ソムゲットプラテープラッタ、ナラーチャスダーサやアームボーロムラーチャクマーリーの称号を得た。同年、チュラーロンコーン大学、シラパコーン大学、シーナカリンウィロート大学に進み、学業を続けた。陸軍士官学校の教師も務める。 情報技術の発展に力を入れており、農村の小学校にパソコンを寄付したり、パソコンを導入した教育機関には視察に赴く。この精力的な活動から情報技術の王女と呼ばれることもある。彼女の興味の対象がもともと文学であったことから、言語学にも興味を示し、言語学の学位も思っている。東南アジア地域の古典語として、サンスクリット語。 パーリ語、古代クメール語などに精通。欧米の言語としては、英語、フランス語に通じ、また、ドイツ語、ラテン語などを学んだこともある。中国文化には特に関心を抱いており、中国語も操ることができるほか、中国を頻繁に訪れ、中国文化の研究も行っている。また、開発教育の博士号も持つ。これらのアカデミックな活動から、学術施設には、 シリントーン王女の名を冠したものが多く、その数は他の兄弟王族を上回っている。チャイパッタナー財団理事長でもある。一方で1990年代以降、ラーマ旧世晩年期には国王やシリキット王妃に代わって地方視察の公務を行っている。地方視察では他の王族と違い、笑顔が多く、気さくに振る舞うことから国民からの人気が高い。かつては、 兄で、原告王である、ラーマ十世を上回って、四輪塔にへの大位継承を望む声も大きかった、こともあった。公式、非公式を問わず、過去8回日本を訪問している。特に、対応王室と信仰の深い秋忍びや踏み人新郎と、親しいと言われている。また、タイでも放映された、日本のテレビドラマ、俺は男だ。がきっかけで、同作の主演を務めた。 森田検索のファンでもある。2010年の非公式訪問時に対面した後、2012年8月に森田がタイを訪れた際には表敬訪問を受けている。ありがとうございます。